ニール・パトリック・アレンは、アメリカ合衆国、カンザス州カンザスシティ出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。1976年の MLB ドラフト11巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。現役時代は5球団でプレーし、実動7年で434試合に登板して58勝70敗75セーブ、防御率3.88の成績を残している。 シンシナティレッズ参加の a a 級ナッシュビルサウンズでプレーしていた1990年に引退した。1996年より指導者となり、この年から4年間トロントブルージェイズ参加の A-9 セントキャサリンズストンパーズで投手コーチを務めた。2000年からはヤンキースへ移り、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースと a a a 級コロンバスクリッパーズで、 投手コーチ、2005年にはメジャーで、ブルペンコーチを務めた。トリプル a 級コロンバスに所属していた2004年、当時まだ、メジャーデビュー前の王県民に進化を教えた人物としても知られる。2007年からは、タンパベイデビルレイズ参加の a a 級モンゴメリービスケッツ、a 級シャーロットストーンクラブズ、トリプル a 級ダーラムブルズで、投手コーチを務めた。この間には、 クリス・アーチャーらを育てた。2015年からはミネソタツインズで投資コーチに就任し、2017年まで務めた。ありがとうございます。